はい、皆さん、こんにちは。アジアで生きてる日本のケイちゃんだよってことで、えー、こんにちはって今言ったんですけれども、実はね、おはようございますなんですね。今現在ね、この動画撮ってるのは、えー、今日は何曜日でしょう水曜日ですね。えー、水曜日の朝、えー、朝一番にね、ちょっとカメラ回してるんですけども、まだに、時間がですね、朝の6時半ぐらいなんだけど、起きてね、えー、すぐ、 いつものごとく、まあ、いろんなね、えー、ニュースソースと見ていたらですね、いやいやいや、えー、新調なんですけども、週刊新調、3月31日号かな。えー、そのデイリー新調という形で、えー、なんか出とりました。いやね、なんかね、さすがになんか新調という感じで、非常に辛口なんですけども、まあ、ちょっとね、か、心地いいようなですね、辛口で、ズバズバズバーとですね、記事が出とりました。どういった記事かというと、 まあ、あの例のですね、えー、今月行われました、17日、17日に行われた、年宮愛子様の、年の宮,宮愛子内親王殿下の初めての記者会見に関してね、いや、まさしくね、素晴らしかったですよ、ってことでね、えー、あるお家のですね、特にそのニューヨークに行っちゃった、ニューヨークに飛んずらいしちゃったエムさんとの差がこれだけありますよ、みたいな感じでですね、 もうあの大絶賛なんですね <laughs>。まあ大絶賛の内容はですね、私がそのあの会見を終えてですね、それこそ当日もしくは翌日ぐらいに、もうね、2本、3本、4本とね、動画を私も出しまくりましたけども、あのね、私がお伝えしたような、どちらかというとね、私が受けた印象そのものをですね、同じような形で、 えー、実際にはですね、えー、この記事は書いていますっていう内容なんですけども、まあこういうようなですね、大手の週刊誌があまりにも違いすぎました。やっぱりですね、今現在の天皇ご一家とあるお家のやっぱり教育方針全然違ったんじゃないのなんかやっぱりそういったところにね、えー、この、えー、両者の違いというのがね、ね、赤裸々にというかですね、あからさまに出ちゃったみたいな、そういったようなね、記事の内容です。 で、ちょっとね、いつものごとくですね、えー、当然全部読みませんけども、特にね、私がね、あ、これやっぱりそうだなーっていうようなところをピックアップしてね、お話ししたいなと思います。で、まずはね、一つはですね、ヨーロッパの王女に通じる強さ。これ、あの、愛子様のですね、ご会見の内容が、そういったようなことが垣間見えました。逆に言うとですね、昨年のその10月26日に行われた結婚会見。結婚会見。 あれとの差がね、こんなに違うんだよ、みたいなね。いや、よく言ってくれました、みたいな感じなんですけどね。私にすればね。で、えー、まあ、いろいろですね、例えばベルギーの王女の話、もしくはオランダ、ノルウェー等のですね、やっぱりその、えー、同年代、それこそ18歳ぐらい、もしくは20歳ぐらいのですね、同年代の各ヨーロッパの王室の王女の方と比較をしてもですね、まあ、ヨーロッパの場合には、 あの、そういったようなね、会見というのは具体的にはないんですけども、ただね、えー、どのやっぱりヨーロッパの同年代のね、えー、その、えー、それこそプリンセスですね、プリンセスのお話なんかでもやっぱりね、堂々とね、その記者の前だろうが、それこそ国民の前だろうが、堂々とお話をされてる。これがですね、今回のその愛子様のご会見と全く同じだったと。要は、愛子様がそういったようなヨーロッパの、えー、 皇位継承権を持つような王女の方とですね、同じようなお振る舞いだったというようなことを言ってるわけですね。ちょっとね、記事のちょこっとだけ読みますけど、えー、彼女らは皆、彼女というのはこのヨーロッパのね、王女の方、えー、プリンセスの方、王女、彼女らは皆、これまでメディアの個別インタビューに応じて自身の思いを堂々と国民に伝えてきました。今回の愛子様の会見からも一国の女王となる プリンセスたちに通じるしっかりとした真の強さが感じられたよね。感じられましたよね。ほんとまさしくその通りみたいな感じです。それと比較してですね。いやね、これね、ズバッと比較しちゃってますね。<laughs> で、教育の差なんていうことでね、書いてるんですけども、同じ刑事ね、えー、おめでたいことではあったんですけどもって話で、まあちょっと読みますけどね。 えー M、子さんの場合は、メディアに不信感を抱いており、揚げ足を取られまいと、質疑は、質,質疑にね、えー、質疑に関してはありませんでしたよね、えー。受け付けず、事前に用意した台本を読み上げるスタイルでした。二つの単純な比較はできませんが、えー、いいよ、比較して。<laughs> どんどん比較してって感じですよ。どんどん比較してちょうだい、みたいな感じですけど、 えー、それでも国民に注視される皇族であることの自覚の差は大きく現れていたと思いますと。ねえ、本当その通りですよね。えー、愛子さまは陛下が上皇さまから受け継がれた国民と苦楽を共にしながら務めを果たすことが基本であり、最も大切にすべき精神だと述べられました。えー、それには皇族としての自覚と品位が滲み出ていますが、他方で <laughs> すごいね。完全に比較しちゃったりね、えー。他方で M 子さんの場合は、公の公ですね。公の意識が乏しく、えー、私の死、えー、死を優先した、えー。今回は天皇家とあるお家との教育の差もまた、改めて浮き彫りになったと思います。なんていうことがね、書いております。いや、あのー、いや、本当ね、これ、私もですね、普段こういうような記事を紹介させてもらう家の時に、ね、は、結構私も自身でね、 なるべく辛口でその記事の内容を見てね、ちょっとね、これおかしいなっていう部分はね、えー、結構言ったりするんですけども、今回のね、この新庄の記事に関してはね、ほぼ100%同意ですね。もうね、同調しちゃいますね。<laughs> 本当に。えー、とにかくね、あのー、まあ、愛子様のご会見ですね、もう私も何回と申し上げましたけども、あのね、えー、あのテーブルの前ね、テーブルの前にはね、 おそらく栄養何枚かであったと思うんですけども、要はね、こういうようなね、何回も暗証されたんでしょうね。暗鏡をされたんでしょうね。お手元にはあったんですけども、ほとんどね、多分1回ぐらいは見たかな。1回ぐらい目をね、ちょっとね、下にしたね、目線を下にしたようなこともあったんですけども、それが全然見てなかったですよね。もう、まっすぐ、その、前にその記者のね、顔を見ながら、 本当に堂々とね、ご自分の言葉で、なおかつジョークも交えながらね、あのね、長所を寝ることですぐ寝られることとかね、あの、おっしゃってましたもんね。えー、ああいうようなですね、まあ、うん、あれもね、練習したんでしょうけどね、事前にね。でもそういったような、決してですね、その、なんていうかな、えー、 棒読みするんじゃなく、そのね、安直じゃありませんけど、それを棒,棒読みするんではなくて、ご自身のお言葉で、なおかつジョークを交えながら、決して目線を下にすることがなく、前にいる記者たちの前で、えー、時たまね、その笑顔、前、えー、時たまってずっとですね、ずっと笑顔を絶やすことなくね、お話をされていた。いやーっていう感じですね。ここで言ってるようなヨーロッパの王女にね、決して負けることのないような風格のあるような、 もう風格が滲み出てるようなご会見でした。全くあるお家と違いましたねって感じですね。たやですね、トんずらしちゃったようなのは前日でしたよね。えー、前日までは一応ね、えー、記者に関して、まあ質疑応答があるという話だったですけども、いきなりですよね。いきなり前日亡くなりましたよね。で、まあ結局はその、 今現在どこに行っちゃったのかなって感じですけども、例の PTSD。複雑性 PTSD によるそういったご体調うんぬんという話でいきなりね、当日の会見の時のですね、質疑対応もいきなりなくなっちゃったと。もうとにかくね、あの、決められた言葉をもう棒読みしただけで5分、10分ぐらい。5分ぐらいでしたね。実質ね。えー、そういった中で終わっちゃったっていうような会見だったですよね。全然ちゃうなって話です。 で,で、まあ、いろいろね、この新築の記事ではね、まあ、いろんなこと書いたんですけども、私が今ね、申し上げたことが全て。<laughs> で、お仕事。例えばね、お姿はまさしくね、威風堂々,堂々,堂々だとかね、えー、もうね、風格が漂わせておりますよとかね、まあ、そんなのが書いてあってね、で、えー、決して丸暗記だったわけではなく、 え途中で言い淀まれる箇所もありましたけどもその度にお話の流れにふさわしい言葉がスラスラと出てきました。いやこれがやっぱりすごいところなんですよね。これがやっぱりね、本当にね、二十歳、二十歳ですよ皆さんね。あのーわ、本当にね、私はね、自分がね、二十歳の時どうだったかなというようなことをね、本当にね、あの、かあのご会見をね、あのー、見させていただいてですね、本当に思いましたね。 私が、例えば二十歳だった時ってね、大学の一年、二年生ですよね、大学の二年生の時。なんかね、自分ではね、今の、その、年の目愛子さんと、私自身ね、私自身の話ですけど、私が二十歳だった時はね、えー、全く逆でしたね。もうなんかね、遊びほっけておりましたしね、大学生の時でね、それに比べてもう本当にね、すごいなとっていう感じですよね。二十歳考えらんないなという。 ね、それほど素晴らしかったようなね、ご会見でした。で、ね、この新著の記事の中にもね、やっぱりね、大絶賛なんですよね。お見事に、お見事の一言に尽きますとかね。でそういったようなことをる皇室ジャーナリストの方がねえ、おっしゃってましたとかね。まあ、そういうような方です。そういうようなことです。で、えー、記事の最後なんかでもね、満を持して、えー、迎えた青年会見は、はからずしも、えー、天皇家と、 えー、あるお家の、ね、差を明らかにしてで、まあ、あの、記事の中ではね、例のそのね、えー、まあ女性天皇、えー、女系天皇ね、えー、結構そのアンケートを取ってもですね、非常にね、あもうどんどんね、70%、80%容認してますよ、あるいは賛成してますよっていうのはね、そういったようなことも書いてありますけども、まあ今回はね、ちょっとそれは申し上げませんけども、 えー、いずれにしてもですね、今回の、えー、宮愛子内親王殿下の3月17日のあのご会見に関しては、特にですね、素晴らしかったのは一言ではあるんですけども、特にね、えー、ヨーロッパの、えー、各王女の方ね、えー、と、比較しても全然ね、もう素晴らしかったっていうことと、あとはもう一つですね、あるお家の、えーまあ、M ま、さんですね、M 子さんの、あの、特に10月26日の ご結婚に関する会見の内容と、全くというかですね、違ったと。いや、まさしくその通り。本当に片っぽはね、こうやって読み上げただけですもんね。で、ごりまあ、理由というのは、複雑性 PTSD。で、質疑も一切受け付けませんでしたと。いうことで、あとで、その記者会にね、紙だけ渡してね、これです、みたいな感じだったですもんね。片やですね、えー、もう30分ですよ。 30分のあのね、長い会見の間、全然目線を落とすことなく、何回も、何回でも言っちゃうね、私。何回でも言っちゃうけどね、目線を落とすことなくね、記者の方のね、目の前にいる記者の方のね、まあお顔を見ながらね、話したんでしょうね。ずっと笑顔のままで、えー、ジョークも交えながら、いや、普通はできない。普通の、二十歳って言うとね、普通大学2年生ね、まあ、愛子さんもそうですけれども、普通のね、二十歳の、えー ででは絶対できないというよううな外見でしたということでね、朝一番ちょっとね、カメラ回しちゃったのはですね、そういったようなね、なんかね、あ、これはなんかいいないいなみたいなね、<laughs> そんなような記事が載ってたんで、ちょっと回しました。皆さんどのように思われるでしょうかまたいっぱいね、<laughs> コメントいただけるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。今日も皆さん頑張って、生きていきましょう。それではまた、バイバーイ。